怒りすぎだって。モカが変なこと言い出すのなんていつものことじゃん。そうだけど。じゃあさ、ひまりはどんな話が良かったんだ？私？そうだな、私だったら転校して1週間全然お友達ができないな、はあ、初対面の人とお話しするの苦手なんだよね。そろそろ誰かと一緒にお弁当が食べたいな。寂しい。はい、みんな席について。今日は転校生を紹介します。それじゃあ瀬田さん、挨拶をお願いね。瀬田香織だ。瀬田さん、挨拶はそれだけでいいの？ああ、それ以上は伝えるに値しない情報だ。そう？皆さん仲良くしてくださいね。それじゃあ瀬田さん、一番後ろの席に座って。窓際の列よ。わかった。うわなんか独特な人だな。でも転校生同士だし、お友達を作るチャンスだよね。あの瀬田さん、私上原ひまりっていうの。私も最近転校してきたばっかりで、お互い大変だと思うし、そのよかったら仲良くしてほしいな。なぜだ？君と仲良くすることに何の意味がある？悪いけど無駄なエネルギー消費は避けたいんだ。ねえ、あれさすがにちょっとひどくない？うん、もっと言い方あるっていうかね。それってつまり瀬田さんは私と仲良くしたくないってこと？そう受け取ってもらって構わないよ。もしよかったら私たちと仲良くしようよ。瀬戸さん嫌がってるみたいだしさ。そうだよね、こっち来て話そう。ありがとう瀬戸さん。なんであんなこと言うんだろう。仲良くなれると思ったんだけどな。あれ、私なんだかすごくがっかりしてる？あんなに冷たくされたのに、私瀬田さんのこと気になってる？ベッタベタな少女漫画じゃん。そこがいいの？っていうかひまりのキャラ全然違わない？なんか引っ込み思案みたいになってるし。そこはほら、漫画の中のお話だし、いつもと違うひまりちゃんって感じで新鮮だと思うな。ドキドキの学園生活って感じだね。じゃあさらにこういうのでどうでしょう？どうやらまた交流に失敗してしまったようだ。人に優しくする、このミッションはなかなか難しいな。しかしいきなり私に近づいてくるとは。まさかバレたのではないだろうな。私の正体が人ではなくアンドロイドだということが。巨大な組織によって作られ、人の感情を学ぶためにこの学校に入学してきた。その真実を知る者は誰一人としていないはず。それなのに彼女、上原さんは私を怪しいと思っているのか、それとも本当に仲良くしたいと思っているだけなのか、見極める必要がありそうだな。私どうしてこんなに瀬田さんのことが気になるの？この気持ち、もしかして瀬田さんは謎の巨大組織が秘密裏に開発したと噂されるアンドロイド？この胸の高鳴り、謎の巨大組織に対抗するこれまた大きい組織の諜報員である私の勘が、彼女は怪しいとそう告げているってことなの？調べなくちゃ。もし彼女がそうならきっと大変なことになるわ。ストップストップストップ！へえ、せっかくいいとこだったのに。いいとこだったか？
私には全然違う話になってた気がしたけど。うん、私もそうだと思う。でもさ、最初とはちょっと違う設定になっちゃったけど、アンドロイドとそのライバル組織の主人公の物語って結構ロマンチじゃない？少しずつ人の心を学んで、ひまりちゃんに優しくなっていく瀬田先輩と、敵になるって分かってても惹かれていくひまりちゃん。うん、やっぱり素敵だよ。そう言われると確かにキュンキュンするかも。ひまりってほんと素直だな。素直っていうか。